です。タイトルにもある通り、あることが変わりました。皆さん気がつきましたでしょうか。とりあえずね、僕の特技を披露していくので、ちょっと探してみてください。皆さん、まずはノート回し。あ、ちょっと軽すぎて。はい、ノートも回します。はい。そして剣玉もね、実は得意です。刺すのが得意。玉をね、回さなくても刺せるんですよ。はい、わかりましたでしょうか。実はね、 YouTuber の要でもある編集ソフト買いました。フィモーラ9という編集ソフトを使って今回編集しております。そのソフトを使うとこんな感じで簡単にエフェクトとかを使って、まあ、とにかくシンプルでいいなって昔から僕はまあ思ってたんですけど、簡単な操作でエフェクトをつけれるのですごくお気に入りです。まあ、YouTube って言いましたけど、今はもうかなり SNS の時代なので、他にもいろんなものに皆さん動画とかアップしてると思うんですよ。みんなもアップしたことあるって方もいるかもしれないんですけど、周り見てるとやっぱりあんまり編集してない方とかいるので、こんな感じで簡単にエフェクトつけるだけでも動画がすごく面白くなったり、クオリティ高くなって見えるので、今まで編集したことないとか、どんなのを使って編集したらいいのかわかんないっていう方もいるので、ちょっとやってる様子をお見せします。それでは早速作っていきます。はい、まずは動画ファイルを読み込み。おお、プチャポーン。かなりね、シンプルです。このハサミマーク押すだけでカットできちゃうっていうね、これもいいよね。待ってます。セミの色が左右で違うのが茶色っぽいか。こんな感じで、ここいいなと思ったとこを切ります。そして余計な部分を切る。これでね、ちょっと無駄なおしゃべり多かったですけど、お耳の色が左右に違うのがチャームポイントみたいなね、使いたいところを使う。アイメイクのままカットしたりする。まあ、とりあえずこんな感じでカット作業していきます。それではこれからさっきやったみたいな、すごく可愛い面白いエフェクトをつけていきます。わかりやすくもできますね、エフェクトつけることで。ちょっと見ましょう。こんな感じで、こういうね、説明の時とかに矢印とか使うとすごくわかりやすいんですけど、矢印とかこう、ここに乗っけるだけ、これだけでね。で、これでちょっと矢印の向きとかもね、細かく調節できるので、大きさとか角度とか、ほんと簡単にできちゃいますね。それではいきましょう。こんな感じで、そうすると混ぜてくるっていう感じですね。はい、こんな感じでね、プーちゃんの足段とかのすごく分かりにくいものでも、エレメントっていうものをつけてあげることで、これね、僕かなりお気に入りですね、エレメント。こういうものをね、またさっき言ったようにポンって乗っけるだけ。これでね、ポンってほら、音と合いますよね。こう調節できるので、さっきと同じですね。こんな感じで、はい、また足なのね。これもすごく分かりやすくするためにエレメントを乗っけてあげる。ほら、分かりやすい。ほら、すごくね、漫画チックに可愛くできます。で、分かりやすいし、で、効果音とかも簡単に入れれますね。僕とかがよく使うエレメントとかも入ってました。これね、フィルムストックっていう、こちらを使うことで、ほら、追加でさらにいろんなエフェクトをダウンロードできて、これでね、さらに動画のクオリティを上げれます。これを乗っけると、ほら、こういうのがあります。これでね、より動画が面白くなりますよね。まあ、基本的にはこんな感じで操作がシンプルでやりやすいんですけど、チュートリアルのページがあったり、公式の YouTube チャンネルからやり方の動画も出てるので、それでね、見ながら学ぶことができるので、初心者さんでも安心して使うことができます。それでは実際に動画を投稿してみます。下記の SNS 上に投稿できるので、僕が今回作った動画は3分超えるので、 YouTube にへの投稿をします。はい、これから動画をアップロードしていきます。タイトルとかね、
そしてハッシュタグつけておきましょう。これでいきましょう。新家族コウサギちゃんのご飯中の行動が面白すぎる。これでいきます。それではサムネイルアップします。こんな感じで、これもいいな、ゴゴゴゴって。やっぱこういう結構目を引くのが入ってるからいいですね。ゴゴゴゴ、これもどっちでもいいね。こっちの方がなんかいいな。ゴゴゴにしよう。それではフィモーラさんの公式のツイッターフォローします。そしてこちらですね、最後のページ、ここから各種項目 URL を入力していきます。では投稿します。はい、こんな感じで選手権への応募は完了しました。動画選手権について気になった方がいましたら、ぜひ概要欄をチェックしてみてくださいっていう感じで、今回は今まで僕がねすごく気になってた編集ソフトの紹介です。簡単に作れて可愛いエフェクトとかもとてもたくさんあるので、よければコンテストの応募は無料で誰でもできるので気軽に挑戦してみてください。バイバーイ。